皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作よくチャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。またちょっと、動画の投稿が時間が空いてしまったんですけれども、まあ、先週から今週にかけてはちょっとバタバタしてたことがあって、なおかつですね、うちのメイン PC が、まあ、未だに Windows 7だったんですけれども、その Windows 7がちょっと、行ってしまいまして、それの立て直しにちょっと、あたふたしてたところだったんですけれども、まあ、ようやくですね、うちの PC も Windows 10になりまして、なんとかシステムは立ち直ったんですけれども、まあ、その辺はですね、まあ、別な機会に、まあ、動画にできればいいかなとは思うんですけども、はい。で、まあ、今回の本題なんですけれども、まあ、タイトル見てお分かりいただける通りに、さらば au ということで、まあ、今までですね、スマホは、こちら、au の、HTC のですね、こちら、ISW12HT っていう、まあ、ものを使ってたんですけれども、まあ、こちらはですね、まあ、ガラケーからスマホに変えた時っていうのが、その、ガラケーがもう使えなくなっちゃうというタイミングで、まあ、対応している携帯並びにスマホに、まあ、無料で機種変できますよっていうキャンペーンが当時あったんですけれども、まあ、それを使って、このスマホにしたのが、まあ、もう、かれこれ、7年くらい前の話になりますけど、まあ、結局そこから全然機種変もせずにですね、ずーっとこれを使ってたわけですけど、まあ、さすがに、Android のシステムが古くなっちゃって、まあ、アプリもその新しいのを入れられなくなったり、まあ、この、端末自体のね、まあ、ストレージの空きも全然なくて、全然アプリも入らなくなっちゃったんで、まあ、いつかはちょっと、機種変したいなとは思ってたんですけど、まあ、最近ですね、ちょっと、まあ、兄貴の、まあ、提案だったんですけど、まあ、うちのインターネットと、電話と、それから電気と、あとは、まあ、で、こう、スマホと、をですね、まあ、まとめちゃおうじゃないかということで、提案があって、まあ、そのついでに、まあ、お前も機種変したらどうだということだったんで、まあ、まあ、いいタイミングではあるかなと思って、今回、機種変をしました。で、まあ、当然タイトルにある通り、au から、今回、ソフトバンクの方に、MNP で、まあ、番号はそのままで、新しい機種に変更しました。はい。で、まあ、新しい機種っていうのは、まあ、こちらなんですけれども、はい。こちらですね。Google の Pixel 3 の XL なんですけれども、まあ、そんなに、まあ、完全な最新型っていうわけじゃないんですけど、まあ、一応新しいものに変わって、もう9ヶ月くらい経って、ってんですかね、これはね、出てからね。はい。なので、まあ、特別、まあ、いつものことなんですけど、まあ、最新のものには基本変えてないんで、まあ、特別紹介はしてなかったんですけれども、まあですね、7年経って、まあ、当然ながら、OS も、まあ、機能的なものも、まあ、スペックも全部こう上がってるので、非常にこう快適に、使えてます。はい。で、まあ、この au、まあ、長いこと、もう、20年以上になるかと思うんですけども、まあ、au 使ってきたわけですけど、まあ、まあ、最後なんでね、まあ、せっかくというか、まあ、もう振り返ることもないと思うんで、今まで使ってきたね、ちょっと印象に残ってる、自分の携帯を、ちょっと、遍歴をちょっとお見せしたいなと思うんですけれども、で、まあ、一番最初に持った携帯というのが、まだ、これは au ではなくてドコモだったんですね。ドコモの P206 というストレートタイプの携帯だったんですけれど、これが確か専門学校入った年ですね。まあ、今から本当に20、
1年くらいですか。その時にまあ初めて持った携帯だったんですけど、それはまあね、まああのうちとこう電話で連絡する程度だったですよね。まあ機能的にもまあカメラもついてない携帯でしたから、まあ最寄りの駅までこう電車で移動してきて、そこまでちょっと親に迎えに来てもらうみたいな時にもまあ電話連絡程度にしか使ってなかったやつですけどね。はい。でそこからこう機種変をして、au に変わっていくわけなんですけど、その au に変わった一番最初の機種なんですけど、これがですね本当に数ヶ月だったか、本当にすんごい短い期間だったんですけど、一番最初の機種は実はあの学校でなくしちゃって、でまあやむなくすぐに解約をしてまた新しい機種に乗り換えたんですけど、で一番最初の機種名がちょっと思い浮かばなくて、ちょっと情報がないんですけども、まあ当時ですね1999年だったと思うんですけど、当時あのサントリーのボスセブンっていうコーヒーが売られてて、まあその CM が結構いろいろ話題になっててですね、でそのボス電というまあガラケーですね、当時のガラケーの携帯にキャンペーンでもらえますよっていうのをやってて、でその携帯の着メロが当時の CM の終わりでかかってた曲の着メロが入ってて、だからまあそれもちょっとやってみたいなと思っても自分でこう着メロをこう入力して作ってたりしたんですけど、まあその作った矢先に携帯をなくしちゃって、でまあどうしようもなくて、まあ、機種変をしたものがですね、こちらですね、はい。まあ、こちらが、三洋の C104SA っていう、まあ、ストレートタイプの携帯ですね。で、まあ、この携帯の特徴っていうのは、このメインの液晶画面の下にこうちっちゃいサブの液晶があって、なメイン画面はまあ情報の表示で、まあ、それに対するまあ操作のまあボタンですか、それがまあこういう液晶になってたってやつですね。ここを押してまあいろいろコマンドを出すという感じの携帯だったわけですね。はい。まあ、当時から何というかちょっと見た目の変わったような、ちょっと変わったような機種がやっぱり好みで、まあ人とちょっと違うようなやっぱ携帯を持ちたいなっていうこだわりがちょっとあって、まあこんなダブル液晶の携帯を持ってたわけですけれども、まあこれを持っている間に社会人になって一番最初の職場に入ったわけですけど、その後機種にしたのがこちらですね。はい。こちらはカシオの C303CA というまあ、ストレート携帯ですね、これもね。はい。こちら、まあ、カシオのシリーズでね、ずっとこう、やってたタフネス携帯の、まあ、初期のモデルなんですけども、初期、一番最初に出たやつが、これ、ちょっとあの、モスグリーンみたいな、ちょっと緑がかった色なんですけど、初期のやつって確か黒だったかなと思うんですけど、小田裕二さん主演の、ホワイトアウトっていう映画が、確かあの、au とコラボした映画だったと思うんですけど、まあそれに劇中に出てくる携帯で、これのクローが確か出てきたと思うんですけどね。それを見て、まあそれにちょっと変えてみたいなっていう感じで、まあ変えた携帯ですね。はい。で、続いてがこちらになりますね。こちらが、C3002K という京セラの二つ折りですね。まあ自分としては初めての二つ折りだったんですけれども、そちらの黒のモデルになりますね。はい。で、これは当時、確か CM で永瀬正敏さんと布袋寅泰さんがずっとこうなんか喧嘩するCM で、まあいろんなこう会社にこういろいろまたがって、出ておられたシリーズがあったかと思うんですけど、それのまあ一つの CM だった製品ですね。そしてその次がですね、こちらですね。はい。こちらがまた京セラの携帯だったんですけど、A5502K というもので、
まあ、これじゃあのボタンがないじゃないかと思われるかもしれないんですけど、これはですね画面がこうグリッと回ってこういうふうに出てくるんですけれども、まあ、当時ですね、まあ、こんなやっぱり変なギミックのついた携帯がやっぱ好きだったんで、まあ、こういうこの機種に、まあ、機種にしたんですけども、まああのマトリックスに出てきたあのノキアのここがこうカシャって伸びるやつですね、ああいうこうギミックがやっぱり好きだったんですね当時ね、でまあなんか変わったギミックの携帯ないかなと思って、待ってた時にこれが出たんですね。でとよくこの片手でこうカシャってこう完全に開ききるのがね、なんか頑張ってまあやってたような記憶がありますけれども、これが一番最初のカメラ付きの携帯だったですかね、これね、はい、自分としてはこれが最初のカメラ付きの携帯です。はい、でこの後に G's1 のタイプ R という携帯を持ってたんですけれども、ちょっと現物がどっか行っちゃってないんですけど、こちらの箇所の、まあ、タフネス携帯のシリーズにあったG's1 のタイプ R という、ちょっとこうバイクのガソリンタンクをなんかちょっとイメージした感じのデザインだった携帯ですね。はい、これもですね結構気に入って、ちょっと長く使ってた覚えがあるんですけども、まあ、とにかくデザインというか見た目をちょっと変わった携帯が大好きなので、その後にですね、東芝の W52T という、これはまああのスライド式の携帯でしたね。はい。で、まあ、この携帯を持ってる時に、まあ、あの2011年の 3.11 に遭遇して、で、まあ、この携帯がまあワンセグついてたんですけど、まあ、それでこう、ニュース映像とか見て、でまあ、地震の直後は本当に、ね、電話もメールもつながらなくて、困った感じはしてたんですけど、本当に必死でメール打ったり、して友達にこう安否確認をしてた記憶がありますけど、まあ、そういう意味で、印象深い携帯ですね。はい、でこのダブルコーニー T を持ってる時にちょっと次の職場に、移りまして、でそこで、こちらですね、先ほどの HTC のスマホに乗り換えたわけですけれども、まあこの元使ってた W52T が使えなくなるっていうことで、こうまあ対応した携帯に無料で変えられますよっていうキャンペーンで当初はやってたんですけど、まあなかなかこういい機種がないなとこう申し込むのびのびにしてたら、今度はですねスマホもにも変えられますよという感じで通知が来たんで、これはもしかすると最後の最後で待てば割と新しめのスマホにタダで変えられるんじゃないかということで、まあ、ずっと本当に申し込むギリギリまで待って、まあ、手に入れたのがこちらのスマホだったですね。でこちらはこのカメラが後ろにこう二眼でついてまして、まあ、3D の写真が撮れるものでしたね。はい、実際まあほとんど 3D の写真なんて撮らなかったんですけども、やっぱりこういう、まあ、スマホはちょっとね、やっぱり個性が出しにくい機器かなとは思うんですけど、その中でもこういうちょっとね、異彩を放つカメラをついてたやつを、まあ必死で待って選んで、なんとか手にしたわけですけどね。はい、それで、現在のこの Pixel 3XL にたどり着くわけですけれども、まあ、今までこうずっと、まあ、英雄にこだわる必要はまあなかったかなとは思うんですけど、まあ、ずっとこう英雄を使い続けてきたんですけど、まあ、今回ね、ソフトバンクに変わったわけですけど、また今後英雄に戻るなんていうことはないかもですけど、まあ、今後ですね、こちらの方をガンガン使って、携帯ライフを楽しんでいきたいなと思ってます。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。